鮫島タイムズです。小池百合子は今週も出馬表明しませんでした。都知事選の告示まで2週間を切りました。出るのか出ないのか、ギリギリまで態度を明かさない女帝の狙いに迫ります。おそらくこの土日8日9日のこの2日間で小池百合子独自の選挙情勢調査を行うでしょう。そこで明らかに優勢なら出馬、ちょっとこれは危ない、負けるかもしれない、この時は出馬を見送る、私はそう読んでいます。蓮舫氏の電撃出馬表明で小池百合子大きく流れが変わってしまった。当初は先手を打つつもりが戦略の転換を迫られました。蓮舫氏の勢いがあるうちはまだ情勢調査するのは早すぎる、ちょっと勢いが落ちてきたこの週末、ここで情勢調査をかけて自分が有利に出てほしい。本当は女帝知事を続けたいんです。知事を辞めてもすることがない、政界引退したらもはや過去の人になってしまう、ずっと表舞台に立ち続けたい、これが女帝の本心。でも負けるんならこんな格好悪いのは嫌だ、プライドが許さない、負けそうなら出ないんだ、もうこの一点に尽きるんです。ここまで出馬表明を見送ってきたのはもちろんこの選挙情勢調査の結果を待つ、これが一番大きな理由です。でもそれだけではない、実はこの女帝出馬表明を先送りするしたたかな狙いがあるんです。対立憲対策、対自公対策、そして対マスコミ対策、この三方に対していずれも態度表明をギリギリまで先送りした方が自分が優位に立てる、こう考えているんです。まずは対立憲民主党、蓮舫の挑戦を受ける、そのためにはすぐ自分が出馬表明しない方が良い。蓮舫さんも敵が多い、自分が出馬表明するまでは世間の関心は蓮舫に向く、そうすると間違いなく蓮舫のネガティブキャンペーンが広がる。実際小池百合子の学歴詐称疑惑を暴いた文春、今週は蓮舫のネガティブキャンペーンに力を入れました。何しろ右派は蓮舫が大嫌いです。小池百合子も嫌いだけど蓮舫よりはマシだ、こんなムードが広がれば蓮舫のネガティブキャンペーンを始めるだろう、こんな読みがあるんです。実際に蓮舫の応援演説に駆けつけた枝野幸男、選挙の事前運動じゃないか、こんな公職選挙法違反の疑いがネット上では広がっています。小池知事したたかに敵に批判が向く、このためには自分の態度表明は遅らせた方が良い、これが立憲対策です。続いては自公与党対策。本来小池知事が出馬すれば自民党も公明党もそれに乗っかりたいんです。ですから小池さんが立場を明らかにするまでは他の候補の擁立に動くわけにはいかない。このまま小池知事が普通に出馬表明してくれれば自公としてはほっと一息なんだけど、もし土壇場で不出馬に転じればこれは大変なことになります。自民党は不戦敗、これは免れません。そうなると4月の補欠選挙、静岡知事選について5連敗になる。公明党にとっても都知事というポストは極めて重要、創価学会の本部があるこの東京、公明党にとっては長く宗教と政治の関係、難しい問題を抱えている東京では常に与党でいたいんです。今さら出馬をやめられたら他に代わる候補を立てられない、ここに女帝小池百合子の狙いがあります。ギリギリまで出馬表明を見送れば自民党も公明党も何としても出てください、お願いします、そうペコペコ頭を下げに来る。そうすると自民党に対しても公明党に対しても女帝は強い立場に立てるんです。ただでさえ学歴詐称疑惑の再燃で前回知事選よりは苦しい立場にある、でこの局面で自民公明に対して自分から頭を下げたくはない、自民も公明も他の候補を今さら見つけられない、自公から頭を下げてくる、こうした小池知事、自公与党との駆け引きにも長けているんです。そのためにはやはり態度表明は遅らせた方がいいんです。そして3つ目、マスコミ対策。マスコミの最大の弱点は選挙の告示後は候補者の批判記事は書きにくい、報道しにくい、ここにある。テレビ出身の小池百合子それをよく知り尽くしています。ですから現職である以上もう知名度は抜群だから、告示直前、なるべく告示が迫ってから出馬表明した方がマスコミの批判報道を抑え込める。
小池百合子一番心配なのはやはり学歴詐称疑惑です。早々と出馬表明してこの学歴詐称疑惑をほじくり返されるのは嫌だ。ですから告示直前に出馬表明すれば、告示後はマスコミの報道は鈍る。そうすると批判記事を封印できる。テレビ新聞週刊誌はじめ今は出馬表明した蓮舫のあらを探している。これをどんどんやらしておけばよい。自分は告示ギリギリまで待とう。その方が批判が蓮舫に向く。結局女帝百合子、出るにしても出ないにしても態度表明はギリギリまで先送りした方が自分にとって損は何もない。これが奥の手。この奥の手を尽くした上で最終盤の選挙情勢調査を待つ。そこで勝てそうなら出馬、勝てる確証が得られなければ不出馬。突然不出馬を決めて投げ出して後が大混乱になろうがそれはもうどうでもよい。全ては自分主義、自分中心、自分ファースト、それこそ百合子流です。それではこの週末の独自の情勢調査の結果、小池百合子は出馬を決断した場合はどうなるのか。最大のポイントは裏金自民の推薦を受けるかどうかです。おそらくここ裏金自民の推薦を受ければ大逆風をまともに受ける。裏金自民の推薦はいらない、裏でこっそり応援してね。こういう裏取引に動くでしょう。それでも告示後知事選は長い。7月7日七夕の投票日までは随分時間があります。この間の世論の動向がどうなる流れるのか、蓮舫に風向きは向くのか、小池百合子に向くのか、ここはなかなか読み切れません。この知事選白熱した大激戦になるでしょう。一方小池百合子土壇場で不出馬を表明した場合はどうなるか。これはもうカオスの世界です。女帝後のことは知ったことじゃない、もう投げ出し放り投げ。この場合知名度の高い蓮舫がそのまま勝つのか、ここはまだ分かりません。やはり蓮舫さん小池百合子を変えたい、そういう機運の中で期待を集めているのは事実だけれども、敵が突然いなくなって小池百合子が不出馬、こうなると果たして蓮舫を知事にしていいのかどうか、こんな疑問が湧いてくる可能性は十分にあります。小池百合子あってこその蓮舫なんです。この場合自公は今更独自候補を用意するっていうのはなかなか困難でしょう。もう全く読めない、全く予想していなかった第三の候補が突然名乗りを上げるかもしれません。こうなるともう私もわからない都知事選、全く未知の世界に突入します。小池百合子7日の記者会見でも今は現職として都議会に集中する、こんなことを言っている。そうなると12日の最終日までは出馬するかしないのか態度を表明することはないでしょう。12日13日あたりが大きな山場となるんじゃないでしょうか。さて女帝の決断はいかに。鮫島タイムズ、この都知事選どこよりも分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。そしてこの知事選の行方は今後の日本政界を大きく左右する大決戦、大首都決戦となります。今後の国政に与える影響についても今後お伝えしていきます。鮫島タイムズ、チャンネル登録よろしくお願いします。